こんばんは、ジュリです。今日はですね、もう最後に本当に受け取ってほしい無料特典動画のお知らせがありますので、最後にしっかり聞いていてください。はい、では今日はですね、恋愛のお悩みなんですけれども、また読ませていただきます。待たせる女性の本音というお話をさせていただきたいと思います。でよくね、告白をしてちょっと待っててねっていう人いると思うんですよ。そんなお悩みに答えたいと思います。ジュリさん、ジュリ先生、こんにちは。私は47歳の男性で26歳の女性に告白をしていて、4回デートもしています。次のデートも今週末に予定しています。ただ彼女からちゃんとあなたのこと考えているけれども、私すぐに人を信用しないので、もうちょっと返事までには時間が欲しいと言われています。こういう場合は返信を急がずに、その時そのことには触れず、女性から返事を、切り出してもらうまで待っていた方が良いのでしょうか。私の考えは正しいのでしょうか。お考えをお聞かせいただければ嬉しいですという質問です。ありがとうございます。で、ですね、待っててくださいっていう女性でまあまあいると思うんですよ。でもね、告白ってすごく勇気のいることですよね。なのに告白をしたのに待っててって言われたら、一体いつまで待ってていいのかわからないし、どうしたらいいかわからない、触れていいのか触れない方がいいのかっていうね、悩みの状況に陥ってしまうと思うんですよね。ではまずですね、その待っててっていう女性の本音から今日は3つお話をさせていただきたいと思います。でまず1つ目、女性が男性の告白にすぐ返事しない、待たせる理由。1つ目、それはですね、好きになれそう、もしくは好きになれたらいいなって思っているということです。例えば、本能ではないんですよね。本能ではなくて理屈で、あ、この人優しいし、すごくなんか尽くしてくれるし、一緒にいると楽だし、だから好きになれそうって思っているんだけれども、でも例えばこの、ね、女性が言ってるように、自分があまり人をすぐに信用しないとか、すごく大好きになって捨てられたら嫌だなって思って散らすとか、そういう、ストッパーがかかってしまって、心にストッパーがかかってしまって、待っててっていう風に言う女性もいます。ただこれは前向きで、好きになれそうだからもうちょっと時間欲しいなっていう風な前向きな好きになれそうっていうのがあります。そして2つ目は、他の人と迷っている可能性があります。婚活をしている女性、特にね、アラサーぐらいから、今は結構30代とかでも結婚する人また多くなってきましたので、まあ、26歳だったら結婚も考える、視野に入れる年だと思うんですよね。だから他の男性も見ている、しかもやっぱり若いので、20歳ぐらい、21歳か違うので、もっと若い人の方がいいんじゃないかなとか、このね、相談のしてくださってる方のことはいい人なんだけれども、まだまだ恋愛がしたいなって思っている可能性もあるし、そういうのでちょっと揺れ動いている。でも相手の男性がやっぱりいいね、お年頃の男性だったら、変に付き合っても申し訳ないかなみたいな感じで、ちょっと真面目に考えてしまっている、他の人と迷っているっていう可能性があります。そして3つ目は残念だけど、ただのキープさんです。ご飯おごってくれるし、ご馳走してくれるし、なんか優しくしてくれるし、誰かに好かれていたいし、いなくなるのは嫌だ、だから、人としては好きなんだけれども、じゃあ男性としてって言ったら、もうまだちょっとよくわかんないなって思っている可能性があります。なのでこのね、キープ君だとちょっときつかったりはします。で、返事を、あ、向こうがなんか言ってくるまで待ってた方がいいんでしょうかっていう質問なんですけど、それは自分で期限を決めたらいいと思います。4回行ってダメだった場合って、7回ぐらいで行ってダメだった場合は、ほぼほぼちょっと難しい、ね、回数で分かりやすく言っちゃうと難しいと思うんですね。でずっとずっとダラダラそういう関係を続けていても、精神が力が持つんだったらいいんですけど、他も見れなくなっちゃうと思うんですよ。で、待っててねって言われる状況だったら、他の女性もどんどん見ていった方がいいと思うんですよね。お付き合いしているのであれば、やっぱり他に見ちゃうのはあまり良くないんですけれども、でも別に、お付き合いしているわけではないんだから、他の女性にモテてもいいわけじゃないですか。ちょっ
っとこちらが余裕を見せていると相手の女性が他の女性に取られてしまうかもしれないって思って、付き合おうってなる可能性があるんですよ。ただ男性が追っている状態だと女性はいつまででも待ってくれるな、自分に都合いい時でいいやっていう風にちょっとね答えを後回しにする可能性があるんですね。なので、例えば1ヶ月とかあと3回あったらとか、まあ最高な仲いいかな、それ以上あってもあんまり付き合ったって聞かない友達になっちゃったり、ちょっと時間が何年もかかっちゃったりとかあると思うので、例えばあと3回7回あってダメだったらもうやめようとか、でそのあと3回で3回目に告白もう一度してみようかなとか、そうやって自分で期限を決めるといいと思います。まあ人にももちろんよるんですけど、7回以上あってで無理な場合は、基本長引きますね。なのであんまり良くない、しかも逆にいなくなった方がやっぱりあなたのこと好きですっていう風になる可能性がありますので、私はおすすめは7回までにした方がいいと思います。頑張ってください。はい、ではですね、今から重要なお知らせをします。私がですね、もう女性の本音ということで、実際の OL さんを招いて対談をさせていただいたんですね。でその対談本当にもう実際の婚活している OL さんが言っていることなので、もう暴露してくれてるんですよ、本音を。だからその女性の本音ってなかなか普段聞けないと思いますし、聞けるからこそ先に進めることってあると思うんですよね。その動画をね、無料特典動画を私の方で撮らせていただきましたので、それをプレゼントぜひねさせていただきたいと思います。で概要欄に LINE をね、LINE のお友達を募集してます。その LINE のお友達になっていただいた方のみの特別プレゼントになってますので、ぜひぜひお友達になってください。で今後ねライブ配信、もちろん無料なんですけれども、無料のライブ配信もしていこうと思ってます。その案内も LINE のお友達のみの特別なディープな内容でやらせていただきたいと思っておりますので、ぜひぜひ LINE のお友達になってください。で動画ではですね、脈がない時の女性の態度、そして、言われて嫌だった言葉、そして3つ目、最初好きじゃなかったのに最初好きじゃなかったのに好きになってしまった男性、このね3本の動画を無料でプレゼントさせていただいてます。なかなかね聞けないような話になっておりますので、これも絶対見ていただきたいので、ぜひぜひ概要欄から LINE の友達ね、募集してますので、こちら登録いただいた方のみに、プレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。明日もすっきり起きれますように。おやすみなさーい。